はい、皆さんどうもこんばんは。今回は、まあ、前回 UFO のサブサイドケース終わって、でそれから博士さんって人のサブイドストーリーが始まって、でとりあえずちょっと今回は事務所への依頼をやっていこうかなということで、これね、幻の禁断の味ってやつをやっていこうかなと思います。あとちょっとここでね、お願いがあります。ね、チャンネルの方をちょっと今回っていうか、まあジャッジアイズ通る、ジャッジアイズっていうかロストジャッジメント投稿してから変えてきたので、変えたので、よろしければチャンネル登録の方皆さんよろしくお願いします。じゃあね、ちょっと禁断の味の方で向かっていこうか。確か中華街でのイベントだったよな。確か出てたはず。ああ、ここだね。禁断の味。ここだ。タクシーで行っちゃおうかな。遠いしね。よいしょ。で、中華街エリアで、ここだね。なんだ？誰からだ？はい、矢上です。京子。あれ？これは。もしかして博士さん、先日ナンパした博士さんからですね、矢上探偵、私です。先日お会いした博士です。例の件で、ストーカー被害で依頼を受けた博士京子さんか、怪しい視線を感じたら連絡するように言ったっけな。ああそうだね、この間前回ナンパしてタクシーまで送り届けて、でなんかストーカーについて被害があるみたいなことを話してて、で、なんか進捗あったら連絡しますって。まあ、一定期間、時間経つとこうやって連絡だけど、電話番号聞いてたのか、お前。連絡先、メッセージじゃなくて。まさかの電話、あ、まあ、でも、探偵の業務だと思ったら、電話番号の方が正しいのか。普通に考えたらね。博士さん、どうも。その後いかがですか？もしかして、今、視線を？はい。今もまたその視線を感じまして、この間お会いしたところの近くにいるのですが、わかりました。すぐ向かいます。犯人悟られようにしつつ、そこで待機してもらえますか？はい、わかりました。お待ちしています。なんかちょっと、嬉しそうだな。急いで博士さんのところに行こう。場所は100系通りだったな。俺も今、幻の味を今、禁断の味を探しに行こうと思ってる。この間のこれか？ここだな。どうしよう。せっかく禁断の味やろうと思ったんだけど、まあ、せっかくね、矢上探偵は、綺麗な女性には弱いんで、とりあえず博士さんのところ行きましょうか。タクシーもう一回往復しちゃうことになるけど。ここだね。ラッケー通り入り口。待ってる博士さん。ほんとちょろいんだから、矢上探偵。で、前回のところが逆か。ここか？この辺か？ああ、いたいた、ここだな。ああ、博士さんだね。俺にしても、綺麗な顔してるよね。なんか、美人すぎる。おー、怖い怖い怖い。泣きぼくろがセクシーだな。博士さん、矢上さん、あっちの方から。見た感じでは、例によって人影はなさそうですね。はい。でも確実に線は感じるんです。今も、今も。マジか。すげえな。何？視野角、シマウマかなんかですか？なるほど。なるほど。嘘を言っているようには見えない。嘘だと思ってたの。だがストーカーがいるだとすれば、チャンスは今しかない。これまたなんかチェイスとか始まんじゃねえの？で、今からそのストーカーをおびき出して捕まえましょう。ですが、それには博士さんの協力が必要になります。何させんの？矢上探偵。協力ですか？わかりました。具体的には何をすれば？博士さんはこの辺りで目立つように立っていてください。俺は陰からあなたを見ているものを探します。大取り捜査のような形になり、心苦しいですが。今、ストーカーを捕まえるにはこれしかないかと。いえ、大丈夫です。やります。なんか、目が泳いでるけど大丈夫か？お願いします。ではよろしくお願いします。自然な感じであえて、周囲を気にするよう、素振りもしつつ立っててください。今、こうやってもうさ、合ってるところも見られてたらあんまり意味ないのでは。わかりました。
これなんかサーチモードかなんかが始まるのかな。おもういるじゃねえかよ、怪しいやつ。よし、ここなら周囲の様子を観察できるな。彼女が感じる視線の正体、それを探してみよう。今のところ気になる点は後ろのこいつしかないだろう。あの人夜のようにサングラスしてるな。もしかして視線や顔を隠すためか。でも視線もバレちゃってるぐらい薄いけど。いやー、ただのファッションかもしれないし、少し疑って見過ごしているかもしれない。おー、猫がいるぞ。暗くて見えにくいけど、あれは猫か。この辺にもいるんだね。視線の主の正体をつかむためだ。彼女の合図を送ってこの街に歩いてもらおう。そんな合図もすでに教えてたの。誰、お、あー、ついてきてる。猫もついてきてる。なんかまた新しいっす。うわ、なんかいっぱい来たな。なんでみんなして動くんだよ。いやいやいや、不自然だろ、その男も。どう見ても。少し歩いてもらってるけど、気になった点がいくつかあるな。猫、お前だろ。あの猫、よく見ると自由に走らず、まっすぐ歩いてるし、速度がいってるな。これはあの猫、まあ同じっすか。怪しいな。こいつも怪しいよね。あのサングラスの男、京子さんの後ろを等間隔で歩いてるな。これはただ、京子さんを振り返っても視線の主はいなかったと言ってたら、こんなに泥ね、堂々と後ろを歩くのさすがに変か。いやー、でも、ぴったりだって、これ何、止まってんの、このパターン、もしかして。あ、そういうこと？あの高校生はずっとスマホをいじってるだけだな。待ち合わせか何かかな。実は、なんか監視してんじゃないの、携帯で。怪しいな。ほら、あの女子高生隠れて何かをじってみる。まさかこの子が。え、この子、この男の子が気になんじゃないの。いや、よく見て視線は男子高校生に向かってるな。ああ、やっぱり。博士さんが感じてる視線ではなさそうだ。まだ特定できなさそうだな。もう一度歩いてもらおう。そんなになんか時が、精神と時の部屋かなんかが、ここは。いやいや、もう完全についてきてるじゃん。猫もついてきてる。そんなことある？あれ？行っちゃったね。ああ、行っちゃった。猫。猫なのでは。たまたまそんな偶然で等間隔で止まったりしてたのか、あの、サングラスの人。もうこいつも怪しいじゃん、こんな鉢巻き白ズボン履いて。猫かわいいな。猫守り神なのでは。よし、歩き終えたみたいな。今の点で気になった点は、あ、猫がまた。あの黒猫、まるで京子さんを見ながら歩いてるみたいだ。歩くペースも同じ、まさか。猫っぽいよな。あと、この人ぐらいか。すごい。これはとか言ってるけど。たこ焼き屋の天使だ。道行く人に熱い線を送ってるけど、まさか。いやー、天使だからお客さんに線を送るのは当たり前だよな。これ猫なのでは。まだあの後ろのか、あの男女いるんだけど。調査の結果、猫でした。京子さん、今見た中にストーカーの正体がいたはずだ。赤瀬さん、ストーカーの正体ですが、猫です。まあこれも男の子見てたし、まあ、サングラスの男が一番怪しかったけど、なんか最後通り過ぎてっちゃったし、で視線をたこ焼き屋は最後しか出てきないし、ずっといたのは猫だよな。猫です。え、猫、はい、はい、黒猫なんで分かりにくいですか。ずっとあなたのことを見つけ続けていた目はこいつそのものでした。本当にこの子が私を、この猫に読み覚えや餌をあげていたとか。いえ、ありません。そうですか。ん？首輪に何かついてんだ。これは住所かな。飼い猫でしょうか。ええ。そのようですね。この猫の場所行ってみましょう。何か事情がわかるかも。あ、猫を手なずけて猫に監視させてたとか、そういうこと？そんなことある？それは考えすぎか。さすがに考えすぎだよな。住所によるとここみたいですね。桜井院とは病院みたいですね。でも廃病して結構経ってるみたい。飼い主に置いていかれたとかか。もうその病院は潰れたよ。具合が悪いなら他を探しな、老婆の人。え、いえ、あ、いえ、別に具合が悪いっていうわけじゃないんです。この猫の首輪にある住所を探していたらここだったので。ま、猫？む？お前、チェリーか？知り合いなの？後ろ工事中になってんだけど、ちょっと気になっちゃった。
えー、うし、あ、そうなの、知り合い、おばあさん、チェリー色と似合わんで名前だな。知ってるんですかこの猫。まあね、この猫はそのこの病院の2階で飼われていた猫さ。2階？そこは1階が病院で2階が先生の住まいでね、最初は勝手に住み着いてそのまま飼い猫になったんだよ。なるほど、なるほど。でもこの病院が潰れたって言ってましたよね。この猫は先生に置いてかれてしまったんですかね。まさか、あの子はそんな無責任なことしないさ。チェリーのことすごく可愛がってたんだ。あ、その、あの子はってことは、その人に似てるのかな、もしかして。博士さんが。死んじまったんだよ、交通事故で。マジか。そうだったのか。百景通りの近くの交通量の多い交差点はあるだろ。あそこで飲酒運転の車に突っ込まれてね。ああ、さっきの通りか。往診からの帰りみたいだったけど即死だったって。うわー、ひどい。そんな。チェリーはそれからずっと事故現場から動かなかったんだけど、急にどっかいなくなっちまってね。もう会うこともないかと思ってたけど、どこで見つけたんだい？その百景通りで。ふっ、そうか。この猫、チェリーはずっと彼女のことを見て後を追いかけていました。最初は何かに見られてると思って視線の正体も分からず探していただけなんですけどね。なるほどね。若い子だったんだ。死ぬ前の年も背格好もちょうどあんたくらいだったよ。ああ、やっぱりそういうことなんだ。あんたも病院勤めかなんかかい？消毒液の荷がある。ああ、なるほど。まあ。ならチェリーは医者とあんたを、医者の医者とあんたを重ねたのかもね。なるほどね、そういうことか。なるほど。なるほど、だから百景通りでだけ視線を感じたのか。今度こそ守ってあげよう。うわぁ、なんていいやつ、チェリー。お前いいやつだな、本当に。まあそれは本人に聞いてみないとわからないけどさ、チェリーはあの子に似て賢い子だから、そんな気はするね。視線の正体はストーカーじゃなくてボディーガードだってってことね。やるじゃん、チェリー。ありがとう、チェリー。君はナイト様だったんだな。かわいいなあ、チェリー。違ってたあれなんですけど、ん？ひょっとしてあなたはさくら先生の身内の方では？え？なんでそう思うんだい？先生のことあの子って言ってるのが好き。ああ、そういうことか。なんか、まあでも近所の知り合いレベルじゃないのかな。それよりあなた泣いてるじゃないですか。え、泣いてんの？え？娘なのか。娘がいなくなってからずっと時間が止まったままだった。チェリーと一緒に事故現場にいる時間が永遠に思えてさ。ああ、なるほどね。突然すぎてあの子がいつ帰ってくるんじゃないかと思って、未だに委員の看板を外せない始末だよ。気持ちはその子と同じだと思ってたんだけどね。でもチェリーは違った。ああ、チェリーは前を向いて、ただ誰かを守ろうとしてる。二度と同じ悲劇が起きないように。猫だなぁ。私も頑張らないとね。ふふ、長話をちまったね。でも今夜はぐっすり眠られそうだ。あの、お、京子さん、まさか猫飼うとか言うんじゃない？この猫。この子、私が面倒見てもいいでしょうか？責任持って大切にしますので。京子さん、いい人だなぁ。そいつは私が決めることじゃない。チェリーに聞いてみな。あら、懐いてる。って聞くまでもなさそうだね。よろしくね。よろしくね、チェリー。なんかちょっといい話だったな。ちょっといい話だったな。あの、本当にここでここまででいいんですか？はい、はい、家からはこ、家、家はこっからすぐなので。そうですか。まあ今日から頼もしいボディーガードもいますしね。そうですね。この度本当にありがとうございました。ちゃんとまずはノラだから今はちゃんと病院連れてってあげてね、京子さん。 いえいえ、また何か困ったことあったら連絡ください。はい、その時はまた頼らせていただきますね、八神先生。ええ、何だったっけ。ああ、あくまで見つけんの講師ということだから厳密な先生だな。ええ、何、どういうこと。なんで知ってんの、八神先生のことを。だって私、星稜高校の養護教師、そうだったの？保健室の先生、綺麗すぎだろ。こんな人いねえよ、お前、現実世界には。それは言い過ぎか。マジかよ。いや、それはええだよ。
知ってたのか、これ恥ずかしい。お前ヤガミたんって仕事場の人のお前ナンパしてんじゃないよ。マジで？そんなマジで、マジですよ。とはいえご存じないのも仕方ないです。学校ではお会いしたことありませんでしたね。確かに保健室には行ったことがなかったような。この人から消毒液の香りがしてたのはそういうことだったのか。でもそういうことなら言ってくれたのよかったのに、すみません。変に気を合わせてしまうかなと思ったから、なんだか言い出すタイミングなくなっちゃいまして。まあ確かにストーカー騒ぎどころじゃなかったか。改めまして、博士京子と申します。星稜高校で保健室の先生をしています。かわいい。矢上さん。なんだそのグッドは。これからもよろしくお願いしますね、矢上さん。似合わねえポーズすな。こちらこそよろしくお願いします。気まずいこれ。とは言っても私赴任したばかりなのでまだ学校のことよく分かってないんですけどね。あれそうなんですか。ああ気が合うね。はい。新しい学校なのでなかなか慣れてなくて大変なんです。だからもっと頑張っていかないと。矢上さんも悩み事があったらいつでも来てくださいね。私推理はできませんけどカウンセリングならできるんです。それは恋のカウンセリングも しに行っていいんですか博士先生。ははは。ではそのうちお邪魔させていただきますよ。怪我をした時とかぜひ。何の怪我で。ああまあそうですよね。あなんか残念そうだな博士さん。では釣るのでご契約にどうぞ。なんか一瞬空気が変わってるのは別にそんなことじゃなくても来てほしいのかな、もしかして。いやーお前空気読むなよ。あごめんごめん、お腹空いたよね。ご飯買ってあげるからね。それでは私はこの辺で失礼いたします。また学校でお会いしましょう。はい、はい、それではまた。じゃあチェリー京子先生の声頼んだぞ。いやあーいい子チェリー、かわいいチェリー。 Some days watching you。 なるほどね。まさか依頼人が保健室の先生だったとは。今度時間があったら保健室によって悩みを聞いてもらうとしますか。でも別に相談するような悩みはないんだよな。眠くなったら髪でもちゃう。お前はサボリーの常習犯かなんかか。なるほどね。ああやっぱりガールフレンドだ。ガールフレンド、街中のイベントを知り合った女性の中にはガールフレンドに関係が発展する人物もいます。ガールフレンドとなった女性と雑談をしたり遊びに誘ったりすることができます。矢神と交流を含めていく中で好感度が上がっていくとガールフレンドにまつわる新しいイベントが発生していきます。積極的に声をかけて仲良くなっていきましょう。より親密な関係になるといいことも…てんてんてん。なんだその匂わせはよ。気になっちまうじゃねえかよ。まあジャッジアイズ1でもね、ガールフレンドいろいろあったんだけど4人ぐらいいたよね確か。なんかサナさんってのとアバネさんってのと、あと月野さんと、あと七海さんって人だったかな。4人いたんだけど今回も4人ぐらいいるのかな。うん、ってことでとりあえずまだ時間があるから、これだな。禁断の味を元はメインで俺は進めに来たんで、こっちをねちょっと中心にやっていこうかなと思います。ちょうどタクシーあるんでね、タクシーで行っちゃおうかと思います。よいしょ。何見たんだ。危ない、捕まるとこだった。危ねえ危ねえ、めんどくせえからさ捕まるとさ。危ない危ない。だってこっからさっきの待ち合わせ場所に向かいますか。あーごめんなさい。ここか、中華料理店ここだね。で、ちょっと腹が。いらっしゃいませ。ああ、ビールしか飲めない。ビール飲むとなんか料理効果もらえた。なんだろう。ビール飲んじゃう、紹興酒も。ビールからの紹興酒。いい、もたれない。SP ラッキー、街で喧嘩すると多くの経験だ。ごちそうさま。なるほどね。ありがとうございます。ありがとうよ。この人かな？あ、幻のラーメンって言ってるね。この人だね。すごい癖毛が強い人だな。あー、一瞬ピン飲んでんの？飲みすぎだろ、瞳孔開きすぎだろ、あと。こんにちは、探偵の矢上と申します。え？あ、探偵さん来てくれたということは、私の依頼を見てくれたのですね。はい。ええ、ちょっとよくわからないところもあったので、まずは詳しくお話を聞かせていただければと。よろしくお願いします。私、ジョー・ケイコって言います。日本の方じゃないのかな？あー、世界を股にかける。すごいね。ラーメン研究家です。ジョーって呼んでください。
なんか明日のジョーみたいになっちゃうけど大丈夫。国際ラーメン研究家、なるほど。確か依頼は幻のラーメン屋台を探してほしいでしたよね。はい、そうなんです。禁断の味。偉人町の夜に出現する幻の屋台、聞いたことないな。まあそもそも矢神だって来たばっかりでしょ。私はこの世のありとあらゆるラーメンを食べてきましたが、どうしてもその幻の屋台にだけはたどり着くことができません。はあ、はあ、噂を聞きつけてフランスから駆けつけたフランスからひろゆきかなんかなのかあなたは。でもここまで来たからはゼガヒでも食べたい。どうか探偵さんお力添えいただきたく。あなたの誠意は熱意はよくわかりました。そんな屋台があるなら俺も食べてみたいですし、時間がかかるかもしれませんがお引き受けいたしましょう。まずは聞き込みからかな。おお、じゃあ早速口コミ使っちゃうか。ありがとうございます。私の方でももっと調べてみます。情報が集まったらもう一度集まりましょう。了解です。ではどうかよろしくお願いします。一旦これで終わりなのかな。バズリサーチャーの出番かなこれは。さてどうしたものから、まずは地面に地道に街中の噂話とか情報収集から始めてみようかな。ああ、まあバズリサーチャーのワードゲットしたね。ああ、絞り込みで幻のラーメン、お、出た。ここが1軒2軒、ここが1軒、ここが1軒。ということはここかな。項目が1軒のとこに行ってもなんか何もなかったので、こういうその複数ツイートがあるところをちょっとチェックしてみると意外とあるんですよね。あーもうこのスケートボードほんと早いってほんと早いんだ。さっきのツイート、あーてかサイドストーリーの金玉味、あ出て、てかサイドストーリーめっちゃ増えてんな。これもこれも、あー金玉の味がいっぱいあるのか。おーあったと、これって口コミ来てるのか。ああ、これでいいのか。この辺のラーメンをあたかたか食べ尽くしたな。あとは幻の屋台だけだな。これだけ？これだけでいいのかな。まあ、もう一個吹き出しあったから、こっちにも行くのか。ああ、これだな。ああ、しょっぱいもん食いてえな。名前、話しかけられはしないね。あーいや、俺は汁物がいいな。前に食った屋台のラーメンがさ、おお、ま、あなた食ったことあるんですか幻のラーメン。そんなに美味しいのか、うまいのか。俺も金拾ったら食いに行こうから。金お前ホームレスか。無理だと思うぜ。いつどこかで、幻の屋台だからな。なるほどね。これでいいの。じゃああんたなんで食えたんだよ。あ、そうそう、まだ続いてんの。長えな。猫に連れてってもらう。猫めっちゃ関係してくんじゃん。タマの案内がなければたどり着かねえよ。あ、そうなの。つってもそのタマも死んじまったかね。打つ手なし。なんだそれ、猫に化かされてんじゃねえの。嘘くせえ話だな。まあ、パッと見はね、そう思うよ、俺。かもな。どういうこと。これで終わりか。お、まあ、タマと一番仲良かったのはお前さんだけど、なんかそんなにタマ有名なの。例があると思えばいい話だな、だわな。猫がラーメン屋にあんな、ああ、急に始まった。にわかに信じがたいけど。ああ、これで、また出てないよな。ああ、ここにもあるな。ここも聞きに行くのかな。めっちゃ聞き込み多いじゃん。ここはスケートボード使えないのか。あ、ごめんごめん。なんか、いい雰囲気の。中、間入っちゃった。お、平安亭。あとはここかな。この辺かな。あ、あったあった。猫ラーメンって知ってる？これ、は、何それ、猫が食べるラーメン。いや、なんでもこの町で猫で出し、や、危ねえラーメン屋の話してんな。禁断のラーメンを出す屋台があるらしい。なんか違う方向に行ってるな。大学の先輩が言っててさ、そんな都市伝説だろ。でもそういえば猫だらけのラーメン屋台が、お、たまに出るってじいちゃんが言ってたな。え、マジで？
もし遭遇したら食べる？こいつどこ見て喋ってんだよ。うん、俺は煮干し派だからな。あ、そうこれ話を、ああ、猫で出汁を取るそんなやつは本当にあるんだから。いや、もう動物保護法違反では、それ。あー、ってことはこれさっきのところももしかして最後までちゃんと聞かなきゃいけないのかな。これもしかしてね、ここ多分これ最後まで聞かなきゃいけなかったんだよ、多分。で、そうすると矢上選手の吹き出しが現れるから、そういうことか。ちょっと早とちりしたな、さっきの人たち。で、この口聞き込みが全部終わったこと終わったら、よいしょ、これかね。この辺のラーメンはだんだん食べ尽くしたな。あとは幻の屋台だけだな、さっきと同じこと言って。そんな屋台本当にあるのかよ。噂だけどね、夜にしか出ないんだって。夜だけか。しかも人気の少ない路地とかにいきなり出てくるとか、それは幻だね。幻のラーメン屋は夜しか出ないか。なるほどね。あー、なんか電話しだしたね、さっきの人かな。さて、屋台の情報はこんなもんか。一度城さんに連絡してみるか。お、すぐ返事が来た。今文部飯屋に、飯店にいるらしい。俺も行って城さんと情報共有していこう。あ、これで店に戻るか。文部、わー、いてー、引かれたー。これ、お、また引かれるのでは。あぶねー、引かれたわ。あ、体力削れるんだ。あれ、今回はちゃんと車に引かれるんだね。いや、もう大事故もんだけど大丈夫。あーと、でも目的地がここだね。思いっきり引かれた、いてー。あんな引かれてまだスケボー乗っちゃうぐらいなんだから、さすがだね。やばい。ああ、通り過ぎちゃった。ここだね。おう、ジョーさん、情報は揃ったぞ。ジョーさん、さっきの一升瓶飲み干したのすごいな、早いよ。どうも、ジョーさん、いろいろ調べてきましたよ。と言ってもどこまで信じていいかというのを言う感じですが。おう、矢上さん、助かります。火のないところに煙は立たぬと言いますし、どんな情報でもありがたいです。わかりました。さて、何から話そうか。とりあえず夜しか出ない屋台、これ全部でもいいのかな。夜にしか出ない屋台、噂話の域ですが、幻のラーメン屋台の話をしていると、男性によると、出店するのは夜だけだとか。夜ですか、まあ、屋台だからね。ええ、繁華街とかではなく人気の少ない路地とかに出るようです。なるほどなるほど、貴重な情報です。他には、猫の出汁はいいのかな。まあ、こっちの方がな、本信憑性あるよね。ホームたちがいつ出店するかわからないラーメン屋台の話をしていまして、ほうほう、仲良くしていた猫に案内された時だけたどり着くことができたらしいです。そのラーメンの味は格別だったとか。あー、最近ラーメン食ってねえから俺も食いたくなっちゃうな。猫に案内ですか、にやかには信じがたいですが、まあ普通は信じないよでもそうか、やはり猫、なんか知ってんの。他には、話聞かせてくんないのそんな話した後に猫の出汁の話して大丈夫か。これもかなり都市伝説のようなのですが、そのラーメン屋は猫で出汁を取っているという噂が。猫で出汁、いや、さすがにそれは、はい、はい、話をしていた大学生は猫ラーメンと言ってました。猫ラーメン、やはり、やはり猫が絡んでいると見て間違いないようですね。あ、そうなの。やはりというと、実は私の方でも猫に関する噂は聞いていたのですが、眉唾物で信じられずで。ですが、矢上さんの報告でも猫が出てくるとなると、やはりこの屋台に行くには猫を避けては通れない。避けて通れないとは言ってもどうしたもんかな。ちなみに矢上さん、猫はお好きですか。まあめでる範囲では好きですよ。食べる食べたりはしませんが。なるほど、ね、そりゃそうだ。先ほどお話の中で猫に導いてもらったホームレスの話がありましたよね。可愛がっていた猫に案内された話ですね。まさか。そうです、
その猫に案内してもらうしか、ね、道はないでしょう。いやでもさっき亡くなったっつってたけど。やっぱりか。でも俺猫なんて飼ってないし、この辺り野良猫も多いんです。最初は警戒心が強いですか。さっきのチェリーを呼ぶか。チェリーも野良だったろう。根気強くアプローチすればきっと心を開いてくれます。その野良猫と仲良くなってラーメン屋台まで案内してもらえと。そんなうまくいきますかね。猫が出汁を取られに自らラーメン屋に行くとも思えませんし。確かに。ですがもうこれしかない、思いつかないんです。どうか何卒お願いいたします。目つぶってキス顔すんな。わかりました。まあ乗っかりかけた船です。もう少し調査はしてみます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。なんか変なことに首突っ込んでしまったな。とりあえずこの辺にいる猫を探してみよう。猫しか手がかりもないしな。猫探せんのこっから。そんな付近にいる猫を探すのか。どこいんだよ。いるか。猫なんている。いない。あーなんかにゃーとかした。あーいたー、いたー。あーこれなのでは。あーてかなんかついてんな。あーこの辺猫いっぱいいるじゃん。いたいた。たまかお前いるじゃん猫。おちょうどいいところに野良猫が。どれどれ、撫でてみよう。ご飯、うわーなんか、いえー撫でてみよう。うわなんか制限時間あった。よし撫でてあげよう。いや餌持ってないよ。ふう。あー怒っちゃった。みゃー。あははは怒っちゃったじゃん。あれ機嫌を損ねちゃったかな。うん、難しいもんなら猫よくなりたいの警戒者なくて安全な人間だと思ってもらうところですよ、矢上さん。え誰。お久しぶりです、猫宮。あこいつ前回の猫カフェの店長もしかして。ああ猫宮さん、お久しぶりです。3年ぶりくらいですか。そうですね。いやその節はお世話になりました。この人は猫宮正一、猫が大好きなとこで以前カムロ町で野良猫探しを俺に依頼してきた人物だから。あそっちか。でもどうして横浜に。仕事か何かですか。ええ実は今動物専門のフォトグラファーをしているんです。この辺りの野良猫ちゃん多いですし、あ他にも人懐っこい鶏やザリガニもいるなんて。野生のかそれ。なかなか興味深い土地なんですよ。結構都会だよ偉人町。ここはそんな面白い生物がたくさんいるのか、うっかり変なのに見つからないように逆に気をつけよう。なんか別のサイドケースもあるなこれ。でも確かに猫宮さんは SNS でも猫の写真で人気でしたし、得意分野を仕事された感じなんですね。そうですね、芸は身を助けといった感じですかね。ところで猫と仲良くなるコツについてですが、よかったら何か教えてもらえませんか。やっぱり餌ですかね。でも餌付けしちゃいけないって条例とかであるしな。そうですね、例えば出会った猫ちゃんに名前を付けてあげるなとかどうでしょうか。猫って自分の名前を音で覚えるんですよ。そうなんだ。同じ音程同じ長さで呼ばれることでそれを認識しリラックスするなんて研究効果もあったりします。なるほど。そうなんだ、知らなかった。名前か、なるほど。あとは猫の気持ちになって何を持っているか考えてあげることですね。撫でてほしい、お腹が空いた等々、みんなそれぞれ性格は違うでしょうけど思いを答えてあげればきっと仲良くなれますよ。この辺の猫は独自のネットワーク。そんなすごいの猫ネットワーク。優しく接しているとそれが他の猫にも伝わるみたいなんです。優しくしておくと他の猫ちゃんも八神さんに心を開いてくれやすくなるかもしれません。これ猫ミニ猫ミン系言いづれな猫コミュケーション。街を歩いてると猫と出会うことがあります。初めて会った猫には名前を付けて可愛がってあげましょう。いやそんなことできるんだ、可愛いな。猫の名前を呼んでみよう。名付けた猫と再び遭遇した際に正しい名前を呼んであげましょう。間違って名前を呼んでみますと猫は怒ってします。難しいな。猫よく仲良くなろう。猫が近寄ってきたら猫見しねえしょ読めねえよがスタート。慣れてあげたりじっと見つめたり猫顔を上げたりすると猫たちの間で八神の評判が上がり猫評判ゲージが溜まります。関係性によっては猫から贈り物がもらえることも。そんなことある。偉人町すげえな。といった感じですかね。まあ最初はうまくいく方が珍しかったりもしますから、根気強くめでてあげてください。
矢上さんならきっと大丈夫ですよ。ふむふむ、あとで大体わかりました。ひとまずやってみます。なんだ、もしもし、新種の猫が見つかったって？え、パワーショベルを運転するチンパンジーが青森？そんなやばいだ、問題だろ。これは激写ダンツですね。すぐ向かいます。では矢上さん、僕は仕事あるのでこれで健闘を祈ります。なんだか忙しそうだな、猫宮さん。さて、俺も仕事しますかね。まずは猫と仲良くなるところからかな。ああ、ってことは、ああ、ここで仲良くなるな。猫缶をちょっと買ってきた方がいいんだろうな。と、まあ、結構ね、もう時間も経ったんで、今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ、ひとまずね、まあ、こうやってゲーム実況していくんで、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。